リバプールついに今夏補強第1号ママルダシュビリヒアウィーゴー。ジョルジ・ママルダシュビリがリバプールへヒアウィーゴー、バレンシアからリバプール FC に移籍するジョージア人ゴールキーパーのメディカルチェックが本日行われました。3500万ユーロの移籍金プラス売却条項の契約は今締結される予定ですが、彼は2025年7月にリバプールに加入します。今シーズンはバレンシアに残ります。ママルダシュビリのプレー集見てみたけど、すごい選手だった。リバプールいい補強したね。ママルダシュビリをちゃんと35のユーロに収めてるの怖すぎ。厄介なバレンシア相手に要求額より低い金額でママルダシュビリを獲得したのはすごいんで、 CD と6番と RW はまだですかね。ママルダシュビリ獲得は最高だけど、アリソンが来季以降もリバプールにフルコミットしてくれるなら、それはそれでややこしくなるな。いろいろと進路を選べただろうに、リバプールを選択してくれて感謝。ママルダシュビリありがとう。クルトワぐらい圧倒的になってくれ。アリソンとママルダシュビリの一番争いとか、サッカー史上最高の戦いなんじゃないか。確実にクル GK 争奪戦を前に史上ナンバーワン級の GK を獲得しとくの有能がすぎる。ママルダシュビリこんにちは。ママルダシュビリは嬉しいんだけど、実質今夏の補強はなしですか。